新おお。あ、これは白だ。白。新鮮なワインしか出てこないじゃないですか。すっげえ。はい、じゃあ。来た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 。おかげさまで、日本シャフトプレゼンツ、はい、レッツゴーキューピー、はい、何年もうでもまだ1年半1年半でしょ、はい、1年半で早くないですか銀座ってちょっとザギンザギンしかも、うん、ワインで乾杯っていうねちょっとまあ遠慮なく言いましょう大丈夫ですか、ね、はい乾杯でございます乾杯乾杯うめえ。あじゃあもうそこの楽しんでるところちょっと申し訳ないんですけど、うん、お二人であのこのシミュレーションゴルフ使ってラウンド3ホールで対決をしていただければと思うんですけど。飲もうよ。もうね。十分やっちゃうよ。やったよ。十分やったけど。もうチップカットバンバン打ったさっき長さもね。結構やったもんあれ、ピザ取ってピザ。ピザ銀座でピザはないんだよ。シースーぐらいじゃないんだ。シースーなの、ザギンでシースーなの、いわゆる。やだもうどうしよう。じゃあ寿司で、ね、寿司、ああ酒飲ました。あいいな今日は。いいや、うん、今日はいい。じゃあその状態で対決を、ね、じゃあやりますか、うん、はい、マイクラブもあるしね。そうですね、せっかく持ってきていいところで、はい、はい、じゃあやりましょう。しぶしぶレッツゴー。じゃあ最初はキューピーさんから。はい、行きマスターゴルフ。フじゃない。あぶねー、あーやめて、おーい、おーあぶねー、おー耐えた、耐えた、危なかったよ。もうお酒飲んじゃダメ。あーやべ、おーショーって言われた。ナイスショーって言われましたね。おーフェアウェイキープです。ほらでかいんじゃない。あれおーあーでもナイス。何もう、もう130縦距離合わないのよこの前と一緒。130これな、番手これ8って書いてあるんですけど9で打ってる。あそれあの番手のとこ押して9にしてくれればなる。9番。あーちょっと熱いんじゃないこれ。ほーらでかい。あーっとこれはシミュレーションゴルフで一番難しいアプローチ。シミュレーションゴルフはアプローチが難しい、私は知っています。おお、あーおーおーおー、ナイスパーだね。はい、いいと思います。ありがとうございます、はい、あ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 のパター、あのパターだ、噂のあのパターだ。7m 強いんじゃないですか。あれ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 、あれあれ、よーし、おーよーし、キューピーさん、クラブ合ってないんじゃないですか。もうジャッジが入った。誰誰誰、4m。 いや、このダメだよ。あれ何、どういうこと。はい、俺の勝ち。俺の勝ち。あ、おー力強い。いやーこれやべえ。おっおっおっしゃー、よし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 、あぶねえ。まあ、ちょっと一瞬白食いが見えた。白食いがね。あぶねえ。あぶねえ。おい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 お
多分風強いんですよ。おお、でかいか。いや、うまいよこれ。おお、戻れ。あー、戻れ。いいね。すごい、ナイスオン。お、うまい。ほら、うまい、これはうまい。こい。あれ。あー、でかい。なんだよ、おい。あ、だからフォローがあれなんですよ。フォロー。難しいっすね。8メーター。やべ。ちょっと俺も。そういう作戦？ちょっと。おお。あ、なんで今度行かないの？不思議。俺さ、本当シミュレーションのこのパター苦手なんだよな。いや、シミュレーションじゃない。パター苦手なんだよな。え、これで？こ、ああはははは、全然で、これあのパットトゥーウィンですよ。パットトゥーウィン、あ、そういうことですか。そうです、そうです。ああ、やべ、ああ、強い。わかんないですねこれね。あ、あ、クリちゃんじゃない。あ、そうだ、クリちゃん。これちょっと待って、ちょっと待って、スライス、これどこまで打ったら何メーター転がるとかないんすか。それが分かったら、そんなん苦労しないです。もうそもそもないっす。そっか、ここだな、多分これだよ、はい。おお、あー、惜しい。おお、もつれてますね。あー、まずい。あー、まずい、まずい、まずい。あれ。パットトゥールーズです。さあ、ここでウェルネスゴルフ銀座の総支配人されてます今井さんにお話聞きます。よろしくします。よろしくお願いします。お願いします。今井さん、綺麗な施設ですね。そうですね、ありがとうございます、ね。こちらいつできたんですか。今年の4月にですね、こちらをオープンいたしました。うん、ああ、そうですか。もうでもちょっと新築の匂いですもんね。そうですね、完全に嗅ぎたいやつですよ。はい。こちらの施設はどういった方がご利用できるんですか。はい、こちらはですね、完全会員制になっております。なるほど。はい、じゃあ会員さんにまずなっていただいて、こちら利用すると。はい、これ利用時間ってどのぐらいなんですか。利用時間はですね、こちらは8時から、うん、夜の24時まで。夜の、あ、はい、12時まで。12時まで。あら、8時からですか。はい、なかなかの営業時間の長さですね。そうですね。ねえ、今、はい、2打席ですよね。はい、うん、2打席ありまして、まだでもまたなんか話聞いたら、そうですね、手広くやられる。すぐそちらにですね、近くにまたもう1店舗開けまして、こちらもですね、お願いいたします。あら、そうですか。まだ会員さんでは随時募集中ですか。はい、まだ募集中でございます。まだ皆さん入れますからね、急がれた方がいいんじゃないかと思いますが、なんか面白いですね、お酒のなんかカウンターがあったり。そうですね、ちょっと他と違ったテイストを出していければなと思っています。シダクラブもありますから、手ぶらで練習もできますよね。はい、そうです。こちらのシミュレーションゴルフというのは、はい、これなジョイゴルフでいいんですか。こちらはそうですね、ジョイゴルフという機種です、うんうん。これ何できるんでしょうかね。こちらはですね、練習もできますし、うんうん、あとは皆様でラウンドを楽しむこともできます。あ、そっか、会員さんだったらこちら2名で利用するとかもいいんですか。そうですね、そういったプランもご用意しています。あ、なるほど。じゃあ一人で来て黙々と練習するのもいいし、はい、お仲間で来てちょっとお酒飲みながらラウンドするっていうのもあり、はい、それがこの銀座のど真ん中にあると、はい、そうです、いうことですか。いやいや、これはなかなか贅沢なお話ですね。窓から見える銀座の街、はい、ちょっと勝った気分になりますよね。やらしい話ね、やらしい話ね。いやでも本当ね、こういったところで練習できると、はい、スコアもしっかりアップできるんじゃないですか。はい、そう思います、はい。なんかレッスンとかもあるんですか。そうですね、レッスンも対応しております。なるほど、はい、じゃあ全てのニーズがこちらにあると、はい、いうことですね。いました。
ちょっと、もう本気感すごいじゃんか。サウナ出て、ちょっとなんかいっぱいやっとおっさんみたいな。もう待って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 、ほんと待って、ここ銀座なんだけどな。いや、まずってどういうこと？ちょっと新橋みたいになって。いやいや、もうちょっとほんとマジで、いやもうほんとどうしたらいいの？これ何？え、俺負けたっけ？負けました。証拠は？キムさん、一応メニューはあるんで。メニューがある？はい、ツボ。じゃあレバニラ炒めで。いやいや、そういうメニューじゃないです。じゃあマジで気になったのはやっぱ肝臓、うん、健康的に、はい、肝臓は気になってます、はい、18番。うわー、ガチ感あるじゃないですか。なんかぬるんすね、ぬるんすね。ちょっとだけ、はい、すいません、失礼します。あー、やばいやばいやばい、ちょっとやばい、ちょっと待って、ちょっと手でいく、はい、手でいく。あー、痛い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 、いやー、どうぞどうぞどうぞ。あ、つたつた、あ、つた、いてててて、あ、つたつた、いてててて、あ、つたつた、いてて、あ、つたつた、いてて、いてて、あ、つたつた、つたつた、いてて、いてて、あ、いてて、いてて、あ、いてて、いてて、いやー、俺よかった、マジで勝って。痛いよー。いてて、ちょっと待って、もうやめ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 て、ちょっと、あ、痛い、あ、痛い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 、ちょっとやだ。あの、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと一言言っていい？はい。もう人気企画になりそうな匂いがするんだけど、やめて。絶対にやめて。もうちょっと。本当に痛かった。ありがとうございました。先生、ありがとうございました。先生、ありがとうございました。あー、痛い。痛いよ。ありがとうございました。先生、ありがとうございました。お先生ありがとうございました。先生ありがとうございました。いやー、先生ありがとうございました。よかったよ、ほんと。あ、なんかね、肝臓がね、良くなった気がする。すんごくなってきた。はい。よかったです。さあ、そういうことで、今週のレッツゴーキューピーもですね、ありがとうございました。いや、ちょっとマジで、やっぱプロですね。的確に来るんですね、やっぱね。来るんですけども、的確に痛いです。的確に痛い。ずーっと痛いです。いやー、これね、なんかね、嫌な予感すんのよ、こういう流れって。俺、あ、ちょっとごめんなさい、ちょっと若干ね、気持ち悪くなっちゃう。